ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、イワです。イナズマイレブン GO ギャラクシースーパーノヴァ前回の続きからやっていきましょうということで、ちょっと前回告知した通りでないんですけど、前回ね、究極の対戦ルートキノちゃんの右ルートやっていこうかなと思ったんですけど、じゃあ今回こっちの夏美さんの対戦ルート、これ絶望の対戦ルートだっけな、確かをやっていきたいと思います。多分やってなかった気がするんだよね、絶望の対戦。そう、ウラゼウス、一発目からウラゼウスなんですけど、黒き力を得た神。いや、ウラゼウスね、嫌な思い出しかないね。僕は稲妻イレブン1でボコされまくってもう嫌になってからやってないです、稲妻イレブン1。ってことでちょっと今回ね、ある選手まあ変わった点もついて話していきたいと思います。まあとりあえずでは試合やっていきましょうか。さあということで、ウラゼウス、黒岩、あ、影山ってこと、これ影山だから黒岩ってこと。めっちゃいい感じの BGM なんだけど、まあアースイレブンフォーメーションは変わっておりません、前回と。ちょっと変わった点は一つあるんですけど、今回ヒロちょっと得意してきました。キック404まで上げて、まあ、ロビン、まあ、キック404まで上げたってところか。まあ、化身の長打2枚持ってるってところは前回から変わっておりません。キック値で言ったら前回ともう200ぐらい上がってるんで、まあ、今回期待できるんじゃないかなと思います。って感じかな、変わったのは。かまいたち、そうだね、まだアームドできないしね。まあそんな感じかなと思います。遠藤大輔さんもね、レベル99になったら特訓しようと思っています。はい、って感じでやっていきましょう。続いてウラゼウス、いやー、憎きウラゼウス、くそったれ。本当に今回こそあの俺のもう屈辱果たしたら、本当にうつ強ドリブル、ドリブル300台、キック270はーなんですけど、あ、でもキック、あーデメテル強いね、デメテル、なるほど。あー、ブロック強いね、ヘバイエン、ヘパイス、なるほど。アポロン、アレス、アレスの天秤いるね。で、あー、ディオ、ディオ、うわ、ディオいるじゃん、マジで時間止めそうだねお前ね。で、405、あ、でもあれだね、ポセイドンがキャッチ弱いね。さすがポセイドンって感じのキャッチだね。でも悪魔の実さんが破壊のペンダント、破壊神のペンダントか、なるほどね、と。まあ、やっていきましょうか。多分いけそうだけどな、うん。やっていこう。さあ、ということで、多分化身必殺技、まあ、化身発動できるよね。ルールで化身必殺技、まあ、化身発動できないとかないよね。化身いけるよね。オッケーオッケー。まあまあ、じゃあ、とりあえず、まあ、とりあえず、まあ、かまいたちを。初手かまいたちを、やっぱ。よき、かまいたち。いいね。相手は化身出してきた。ポセイドン、何それ。かわいい。ポセイドン、あれじゃん、千と千尋の神隠しに出てくる棒じゃん、それ。うちの棒どこでやった、湯婆婆怒っちゃうぞお前、サッカーなんかやってたら。これおっと、オーラ発動してきたね。あ、これシューでいっ、シューじゃない、ヒロか、ヒロでいっかな。うん、まあロビンで。お、アポロン、何巨神、う、新刊ジャッジ出たー。これかあれだよね、稲妻ルー1で最強のブロックの巨神だよね、違うかな、確かそうだったような気がするんだけど。オッケー、完璧なパス、オッケー。あい、あれポセイドンは、うん、ソウルで、相手あのアポロンは決心、なるほど、両方使うのか。満月ラッシュ、キック上げたんで楽しみだね。トータルパワーどくらい出る、いやーいいね、6000台、いいね、6075、これは決まったでしょう。うっ、ごたんたぶん、お前まさか守君とミッチマックスしてるんじゃないだろうな。おナイスシュー、ゴー、さあ立つがいい、ナイスシュー。まさか守君とミキシマックスしてそうだな。アフローさんが茶髪になってるね。高校生デビューかなと。これどうしようかな。どの辺来る、ヘラ。あー、これ絶対こう来る。頼む、ナイスー、さすが石橋。これ回すじゃん、回す。おっと、オーラ、誰かな、ケチン。まあ、ここ、まあ、剣でいいでしょう。お、アレス。ブロック、バッファローのサンドリアス版みたいな感じか。では、こっち、剣。さあ、メティス、かわいいね、メティス、おっぱい大きいからね、これ、パス回して、いや、ブロック、さすがディオ、やるね、これ、あー、この辺でパスして追いついてくれるでしょ、多分オリンポサーモニー、大丈夫なはず、オッケー。まあ、鶴木君、スピードプラス30かなんか、沖田さんから持ってるんで、多分追いついてくれるはず、頼む、オッケー、全然追いつく、打っていきましょう、ソウル、ソウルじゃない、アテナアサルト、打っていこう。トータルパワーは化身の調査1枚持ってる、3000くらい出るんじゃないか、大きい、3300、いいトータルパワー出てるね、今日もいいトータルパワー揃っております。ゴッドハンドダブル絶、どうだ、相性はいいよ、 OK、 うお、危な、200か、結構危ないね、ゴー、さあ立つがいい、
あなたの心も打ち抜くぞと、慈愛の女神メティスだけにな、打ち抜くぞっていうパフォーマンスでしたね。やかましいわ本当に。さあさあ2点、いい感じのねスタートじゃないんでしょうか。前半10分2点いいんじゃないでしょうか。これおうおうどうどう、はい通れる。これヒーローからのツール、いやマジか、あそこミスるか。あんとこれアフロさん来る、頼むぜ、ナイス。こやっぱやっぱ妹さんよ、シューの妹杖は。これヒーロー出して打っていこう、オッケー、アームとしてビッグバンスラッシュ発動。キック上がってるから1000はいってほしいな。アームド、前回880くらいだったんだよね、ビッグバンスラッシュざっと2倍で。おお1122、属性位置してないからか、なんかあんまトータルバー出ねえな。うわこれこれいったべ、これはいったべ、おいでしょ。さあさあさあ、ちょアフロさん、アフロさんなんかあんまなんかあれだね、怖さを感じないね今のところ。てかやっぱ俺のねアースイレブンが強いんだなやっぱな。うん、これおっと剣回る、消しアームとして何打とうか、ダブル DD 行く、ファイアトルネード DD 行っちゃう、打っていこう。ではメティスアームド、まあ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 と、見た目はまあまあまあと。お進藤君とかバフ、ファイアトルネード DD、 ダブルドライブ1356か、どうかなこれ。もうパンチング、もうスペシャルがないのか、もらいました、ナイス。あれだな、やっぱ弱えなポセイドンはな、逃げただけあるわ、ファイナルトルネードから。あれファイナルトルネードっていうだな、俺最近知ったんだよね、あのザ・フェニックスからのファイアトルネードチェーンで決めたあの技、ファイナルトルネードかっこいいね。お、ソウル解除された、もうガバガバだねソウル、ソウルもポセイドンもガバガバですわ。これパス回して剣抜け出しする、これは何使える、 DD 使えんじゃん、いやデビルバーストにしよう。さあ羽を生やしてデビルバースト GX、 おお1000出るね、1000出るなら OK。 おーでもこれ化身、あ必殺技出たー、殿下の宝刀ギガントボール、お強い、あ強いし、なんかめっちゃかっこよくなってんね。アフロさん、アフロさん絶対来る、アフロさん絶対来る、うわマジか、これもう手抜かないよ、キラキラナイス。ヘブンズタイム使ってこないと、アフロさんもやっぱトリックボールなんかもう打ち抜けないよ。あー結構、いやシューの妹が強いわ、これはただただシューの妹が強いわ。これはノーブさん渡して、渡してからのヒロ上げてパスと、完璧、これ前半で5点いけるんじゃないの。では暗黒神を剣山させといて打っていきましょう、魔王の斧、ワンチャン、おい6000、約7000でいいよね、死者5人したら7000、これはもらいましたわ。いやー強いね、やっぱキック上げること大事だな。ゴッド、お前 TP 低く、これもらったべ、よっしゃー、本当にお前は、だからお前はなんだ本当に。これはどうしようかな、一応大輔さん決戦発動させておきたいけど、前半終わるから後半でいっか、 OK。 まあもうこのね起動君が強いっすわやっぱ。これパス出す、 OK。 剣ジアスインフィニティ、みんなの力を一つに、ジアースインフィニティ、 OK。 1107、1101か、相手 TP ない、おいナイス。さあということで後半やっていきましょう、一発目から。じゃあおっとタクティクス使って、間違ってタクティクス押しちゃったよ、まあタクティクス使いたくない、タクティクスは使いたくない。ここで大輔さんの化身をね出していきましょうかと、グレイト。では守るのマージングレイトを使わせてもらいましょうか。うん、起動君で取れたかな今な、オッケー。いやこれ石菓子のつむじなえば、オッケー、つむじなえば使っていきました。トータルバーどんぐらい出るかな、トンと、オッケー。いや弱え、なんか楽だね、あの絶、あれはな、究極の対戦ルートか、究極の対戦ルートに比べたら楽ですわ。アポロスじゃなくてアフロさん、これ森村、はい取れると、マークつけてただけあるわ。ちょっと待って、一発打たせていいですか皆さん、決してナメプではございません、決してナメプではない、ね、ナメプだったらグレート出してないから、おい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 と、おい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 と、おいちょ待って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 、 OK 打ってこい、ここで勝負だアフロディ、ゴッドブレイク、ゴッドノード使ってこい、こっちはグレートサンドで本気を出してお前を止める、グレートサンド来た、ゴクゴッドノーズかっけえ、やっぱゴッドノーズ、ゴッドノーズインパクト、ゴッドブレイクかっこいいよね、頼むぜ大輔さん。
おたけびをあげて、はい、強い、おたけびをあげろ。これパス回して回して回すじゃん。でこれ信長を、これもう広通るんじゃない、直接。オッケー、ナイスパス、打っていきましょう。アームドしてビッグマンスラッシュ。ビッグマンスラッシュ威力200ぐらいあると思ったら190しかないんだね。まあまあまあ威力自体があんまって感じか。ではビッグマンスラッシュ、テントは必殺ファンクション、ビッグマンスラッシュ1302。まあまあじゃないか、まあまあじゃないか。これで相手はもう TP がないためパンチング、あざす。やっぱダメだねゼウスは。やっぱ裏ゼウスこんな弱えな、やっぱ裏ゼウス弱えな。クソザマードはよく俺のことを潰してくれたな。何年前だあれ、1年前2年前、よく潰してくれたな。お前らずっと恨み続けるからな本当に。何やっても、何や、もうゴーエンジのね、ゴーエンジのファイアトレードだっけな、あれ全部キャッチで止められるし、ドラゴントルネードだっけな、全部キャッチで止められるし、やってらんねえよって話ですよ本当に。いやでもな、キャッチあんま、消しのキャッチあんま使わない方がいいよってな聞いたからな。では、あ、グングニルあるんだ。500弱っ、これきなこのシュートブロックでいけるっしょ。オッケー、森村でワンチャン止めれねえか、森村でワンチャンいけるべ。507、あ、パワーダウンなんだね。まあまあまあ、おっと待って、 DS が赤チカだ、みんなやばいね、ここで赤チカはまずいね。ではではでは、と充電コード刺しました。もちきな神、もちもちきなコーチ頼むぜ。はい、ブロック完璧。これブロックしてからの速攻かけたかったけど無理か。左でもこれ勝てるっしょ。え、待って、これさ、かまいたちの能力ってなんだ、このあれ、ドリブルの時だっけか、なんだ。サイキック棒出た、サイキック棒見たかったな。ではキラキラエリュージョン、結構ギリギリだね。まあこれもパス出して、もう一回ビッグバンスラッシュも必殺技、おい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 、ヒロー、そうやって耐える、うわ、ヒロー、やるね。これではビッグバンスラッシュ技レベル上げていきましょうか。なんかいいね、これ投げる時のカチカチって音がいいね。ではビッグバンスラッシュ、よいしょー。さあどうだ、さすがにパンチングは無理でしょう。おい、ナッシュ、弱いっすね、ウラゼスさんね、本当に。お前らあれだな、神のアクア使ってないとやっぱ弱えんな。飲めよ、飲んでから俺たちと戦ってくれ、せめて相手にもならんわ本当に。怖いんじゃね、めっちゃかっけえ。急にヘブンズドライブやんじゃん。おい、おい、エクスカリバーで蹴り返すべよ、この足な、なんとかとダメなら折れても大丈夫みたいなエドが言ってたよね。あれかっこよかったね、何打ち返しただとって。あれ打ち返すのはやっぱエドガーさんすわ、かっこいいよね。威力を倍増させて打ち返すっていう、さすがっすわ江戸川さん。これ追いつけ、オッケー。これまだ使えないとプラザーボーイ、いや止めれんよ、もうこのポゼイドはもう止めれんよ、何のボールも何のシュートも止めれんよこいつは。プラザーボール、なんか気持ち悪いよね、雲みたいだよねプラザマボール。では、おい、ナッシュ、あと1点で SS ランクだぞ本当に、10点よあと1点で、やる気あんの本当にお前ら。ではヒロとアクロス交代いたしました。これワンチャン、え、ヒロ風属性なの、林属性だと思ってたんだけど俺。え、なんだこれ、ヒロずっと風属性だと思ってたんだ、風、林属性だと思ってたんだけど。ってことでアクロスドラグノバ発動していこう、うちのキャプテンです一応。オッケー、ってことはこれさ、ヒロとミキシマックスすればいいじゃん、アクロウス。じゃあ次回からそうするか。ちょ待って、これ取れる。オッケー、取れる。で、アクロウスじゃなくて、お、剣が出てる。アクロウス、アクロウス、オッケー、ソウルストライク。いや、ここは、ギャラクティカフォール行きますか。行っちゃいますか、ここ。打っていこう。あ、バカガキや。バカガキや。あ、なんかめ、なんだこのシュート、なんだこれ、ボール、足からボールが離れるわ。ナイスシュー、ゴール、これが王の力。10点目はもうアクロスさん、足からボールが離れるわってあれだな、グリードアイランド編の、あ、ドッジボールのところみたいだな。バンジーガム使って最後勝つっていう、ラリーの応酬といこうか、ぐちゃっていうな、完璧に勝つだろうゴーのところ好きです俺。これパス OK、 カットしていく、カットしていく、やっぱヒソカかっこいいよな、ヒソカ。何の話だっていうことで試合終了、10対0、圧勝でございます。恥を知れ恥を。ではウラゼウスのエンブレム獲得いたしました。いや使わんよそんな、10点も取られた敵のなエンブレムは使いません本当に。
次回ジェネシス最強のワサランク、いや楽しみだね。ジェネシスは最近倒しただけあってちょっと楽しみだね。これ無印の敵かってことは絶望の対戦ルートはちょっとそれはそれ楽しみですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。では次ザ・ジェネシスと戦っていきましょう。チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします。バイバイ。